NTT ドコモドコモスマートフォンドコモネクストシリーズドコモネクストシリーズは2011年10月18日に発表された NTT ドコモによるスマートフォンの分類の一つであるドコモスマートフォンのサブカテゴリーにあたるドコモはソフトバンクモバイルが日本国内で当初独占販売していたアップルの iPhone の爆発的普及を受けこれに対抗するためスマートフォンのラインナップを 段階的に充実させ、2009年に独立したラインナップドコモスマートフォンとして確立した。しかしその後同業他社を含めてスマートフォンの普及が進んだことから、2011年当期の年次代変更に際し、従来型携帯電話の上位シリーズを全廃し、スマートフォンを主力に位置づけた上で、昨日別にドコモウィズシリーズ、 ドコモネクストシリーズという二つのシリーズに分割する措置を取った。当初のネクストは、旧来のドコモスマートフォンの流れを引き継ぐ、先進的なユーザー向けの高機能スマートフォンという位置づけであり、ワンセグやお財布携帯といった従来型携帯電話に搭載されていた機能を付け加えたウィズとは差別化されていた。しかしスマートフォンの普及が進むにつれ、海外メーカーも含めて、 高機能機種でありながら、柄系機能も充実した機種が多くなり、もともとは NEXT だった機種の後継機種が、自ら発売されると、その線引きが次第に曖昧になっていった結果、2013年夏、モデルにて機種ラインナップが見直され、ドコモスマートフォンに、再び統一される形で廃止された。同時期に発表された、機種同士を比較するとある程度の法則性が見出せる。 場合もある。ネクストに分類される傾向と機種は主に以下の通り、2012年3月26日に Android 4.0へのバージョンアップ対象機種と検討している機種が発表された。2012年7月2日に発表以降、新たに販売されたギャラクシー Note ーのバージョンアップと検討機種のエ x p e r i a イクロプレイのバージョンアップ見送りが発表された。 2013年5月8日に Android 4.1、4.2へのバージョンアップ対象機種が発表された。2013年8月6日に Android 4.2へのバージョンアップ対象機種に x p、SO、e r i a ZSO-02E が追加された。2014年2月17日に Android 4.3へのバージョンアップ対象機種が発表されたが、NEXT シリーズでは Galaxy S3 αSC-03E と Galaxy Note 2、SC-02E の2機種のみとなる。2014年6月26日に Android 4.4へのバージョンアップ対象機種が発表されたが、NEXT シリーズでは x p、SO、e r i a ZSO-02E のみとなる。以下の端末では、バッテリーの取り外しができず、バッテリーの交換は、ドコモショップへの持ち込みで預かり修理となる。 バッテリーの交換代金は以下の通り、ドコモプレミアクラブの修理代金サポートも対象外のため全額実費である。ありがとうございます。